日本におけるスイーツブームの草分け的存在である。パリの南、ロアールの地主の生まれ。13歳で菓子製造の世界に入り、14歳だった1945年には、モンタルジーのマルセルルナンの下で見習いとして修行した。16歳の時、パティシエとしての国家試験に合格。平気後、パリの高級ホテル、ジョルジュサンクに入社。 20代前半で数シェフになるとホテルの常連客に呼ばれて世界各地に足を運ぶ。東京オリンピックを翌年に控えた1963年ホテルオークラのシェフパティシエとして初めて日本を訪れた。本場の菓子製造技術を広めるために尽力し本格的な砂糖菓子の彫刻を日本で最初に広めた。 1968年12月17日、東京、六本木にエールコントをオープン。日本人に、本場フランスの味を知ってもらおうと、フランスと同じ材料、同じレシピにこだわった。トゥ・エーラフランセーズが、彼の信念である。味へのこだわりは、皇室やフランス大使館をはじめ、各国大使館や政府官庁などにも支持された。併設されたサロンドテには、 一流芸能人や、製材怪人まで、時代を代表する顔ぶれが集まったという。キッチンの拡大のため、1978年には、本店を六本木から青山に移転。続いて、新宿伊勢丹店、日本橋店、銀座店、丸の内店をオープンさせる。1994年、食事も楽しめる、ブラススリーイルコントを青山にオープン。2007年には、 新宿高島屋店、ルコントの故郷でもある六本木に東京ミッドタウン店を相次いでオープン。アンドレルコントはシェフとしても一流で東京サミットの際はフランス大統領主催版3回の料理も担当していた。フランス料理アカデミー日本支部の初代会長を務める。現在は古くからの友人でもあるジョエル・ブリワンが2代目を務めている。 その他の親しい友人には、ポール・ボキューズや、ジョエル・ロブションなどの料理人、ピエール・エルメの師匠であるガストン・ル・ノートル、日本のフランスパンの父であるフィリップ・ビゴ、前フランス大統領のジャック・シラクがいる。オープン当時、フランスの材料を手に入れることが非常に困難だった。現場に立つだけでなく、菓子には欠かせない、菓子材料を輸入する会社も設立した。 1999年に68歳で亡くなり、店は、妻とルコントの意志を引き継ぐ職人たちによって継がれた。ルコントの意志を引き継ぎ活躍する、主なオーナーパティシエに、島田進、大山英三東ず健次豊田秀夫、海老沢信二、加藤学、昼町雄二、目黒英二、池田和則、上田真二、ステファン節子、佐藤良太郎などがいる。 2005年3月より日本に初めて本場のフランス菓子を紹介した彼の冠名をつけた世界に通用する洋菓子職人を発掘するコンクールアンドレル・コントハイが開催されている。2010年9月26日に閉店し42年の歴史に幕を下ろした。現存する最古のフランス菓子専門店の存続を望む多くの声を受けて、 三年後の2013年3月10日、アンドレ・ル・コントの新年である、トゥー・エー・ラ・フランセイズを、しっかりと受け継ぎ、懐かしくて新しいというコンセプトのもと、広尾に、ル・コント広尾店が、再オープンした。六本木で三年間、そして、青山に移転した、エー・ル・コントで創生課長として、ル・コントの片腕として活躍した、島田進が監修し、青山時代の、 エールコントでパティシエとして活躍してきたシェフパティシエがルコントの意思を引き継ぎながら味を再現している。その他多数、ありがとうございます。